タワシさん一体何してるんですか。ちょうど動画上げなくなって1ヶ月ぐらいは経ってるかな、はい、なんだけど、うん、毎日やってると自分がなんかかき乱されていくみたいな。おはようございました、もちゃきチャンネル。さあ、今回久しぶりに、はい、どうもかぶりまくってるっていう、もう久しぶりすぎて動画撮ること自体久しぶりなんで、ちょっと勝手が、勝手忘れちゃいましたけど、いっぱい来て、危ない、住所とかこれ映ったら請求書の住所だね、はい、結構ですね、来ててですね、コメントが、はい、タワシさん一体何してるんですか森です先生のチャンネルにも来てたんですか、はい、生きてるんですかとか、いっぱい来てて、何やってたのか、はい、ちょっと聞きたいなと思って。まあまあ生きてますし、まあ、元気にやってますけども、はい、しかもだってね、模試とかはねちゃんといい成績取ってますからね。模試は、はい、見ますか、あの受けましたね、いつもの、はい、もう何回ここのこの感じでお見せしたか分かんないですけど、はい、もう A 判定も取ってますからね、はいはい、A 判定は取ってますね、はい、また同じ高校のライバルがいるそうなんですよ、ダメだったんだなっていう、あの人なのか違う人なのか、また別の人が出てきたのか、ちょっと違う人の気もするんですけど、点数的に、はい、現役のね、うん、高校の方なのかもしれないけど、うんうん、一緒に切磋琢磨していく形を去年受かったのかな彼は分かんないですね、ライバルとしてずっといてと、はい、おー、どうだったんですか結果としては。見てみてください。うん、なるほど、英語ちょっと怪しい取り方なんですけど、はいはいはい、浪人生特有というか、はいはいはい、世界史日本史でバーンと高いやつですね、はい、まあ、でもそれといって国語がガンと下がって、ね、現代文がめちゃくちゃ良くないんですけど、あ、やば、へえ、11点、なるほど、現代文負けてんじゃないですか。現代文だけその母校の、ね、ライバルに負けてます母校のライバル、他は勝ってたのに、はい、あ、ライバルは世界史地理なんですね。選択科目が同じだったら同じ人が個人か本人かを、そこはちょっとじゃあ今後もライバルの動向も一緒にご報告していくっていうか、う、ね、勝手にさらしたら申し訳ない、ダメだと思うんで、あとあとじゃあ英作とか見ようかな。なるほど、はい、こういう感じで国語がと厄介で、やっぱ世界史日本史はできて、そうですね、数学で、やっぱり皆さん気になってると思う、どうやってるんだと、今田橋さん何してんだと、はい、そうなんですよ。ちょうど動画上げなくなって2ヶ月ぐらいは経ってるかなっていうけど、はい、まあちょこちょこ上げてるんですけど、うん、結果報告とかも上げましたし、ね、生きてるのか、生きてたんですけど、ちょっとメンタル的にやられるっていうことが起こって、まあまあ原因は何か、まあいろいろあるかなと思うんですけど、うん、そのまあ YouTube でやってほしい、またやっていくっていうことだったんですけど、はい、そうですね、やっぱうまく再生数が取れずとか、うん、ネタも上げることないしみたいな、難しいんですよ、はい、YouTube と難しいです難しい、はい、で特にまあ受験やりながらってあげていくと、うん、投げることないなっていうふうに思っちゃって、なかなかでどうしようかなって、お金もないしっていうことで、うん、ちょっと勉強の方もやる気がちょっとなくなってしまった時期があって、はい、そしてどうしたんですか、はい、そしてまあバイトを始めるっていう結論に至って、お、まあお金ないですからね、そもそも、そうですね、プラスあと気分転換も兼ねてというか、体を動かしてみようって、はいはいはい、で体を動かすバイトを始めたんですね。おお、なるほど、体を動かす、あ、じゃあ勉強をこう教えるとかではなくて、はい、まあ、家庭教師みたいなのもちょっとやってるんですけど、みたいなのって家庭教師もやらせてもらってはいるんですけど、はいはい、プラスでやりまして、引っ越しのバイトですね。おお、はい、したらまあ結構やっぱしんどくて、はいはい、体力的にめちゃくちゃしんどくて、そうそうそう、ゲロ吐いたりしたんですけどはい、はい、でもやっぱりゲロは吐けども、うん、体やっぱ動かすと健全じゃないですか、はい、さあそれが良かったのか、なんかメンタル、ゲロ吐くのは健全じゃないですか、はい、ゲロ吐きつつもなんかやっぱ仕事終わったとか、なんかすがすがしいと筋肉痛とかなりつつも、はいはい、今もこの指がめちゃくちゃ筋肉痛なんですけど、ほうほう、でメンタルがちょっと回復してきて、うん、まあ、また勉強やる気は出てきたかなっていうところ。え、気づかれないですか。いや全然気づかれないですよ。はい、ただその引っ越しはドライバーさんとバイトがその車に乗っていくんで、ちょっと会話とかでいろいろ探られたりするんで、なんか何て言ったらいいかなっていうので、徐々にこの素性があらわになっていくっていう、何してるんですかとか、とりあえず個別指導やってますとか、まあ受験はしてるんですよ、受験しながら教えてるのみたいなこと言われたりとか、だんだん苦しくなってきて、今東大目指してますってところぐらいまでこうバレてる、もうその会社にも入ってるわけですね。派遣じゃなくて、派遣じゃなくて会社でバイトしてて、はい、ドライバーさんと会話があるんで、わかりました。僕も高校生の時引っ越しバイトやってましたから、はい、やっぱり大変ですよね。大変です、体力的にめちゃくちゃ。え、1日でもどれぐらいなんですか。そしたらどういう感じのスケジュールになってるんですか。あ、そのバイトをやる日は、まあ、週1、2回ぐらいしか行ってないんですけど、はい、引っ越し自体は朝7時ぐらいにまあ出社して、うん、でそこから大体定時が4時ぐらいなんですけど、結構残業があったりとかで大体、そうですね、あります、まあ、遅くなって結構遅くなったりします、ね、まあ引っ越しって時間通りに行かないんで、はい、まず行かない、大体その、ま、ず行かない、決められた引っ越しが終わるまで続いたりするんで、はい、まあ、夜結構遅くなったりして、そういう残業代をもらってましたもん、はい、いつも結構あの直前で人手が足りてないのかなっていう、直前で結構シフト自由聞くんで、うんうんうん、まあ、模試とかある日は土日休んだりとかできるんで、はいはいはい、
ていうのもあって引っ越しやったんですよ、はい、あとはまあ他にもちょろちょろバイト始めて言っちゃうと、はい、分かっちゃうからあんまり言えないね、はい、そうですね、はい、ちょっといや別にその顔バレとかはないと思うんですけどバイトですねやばもしかしたら、まあ、じゃあ週いくつですかずっと合計でも週5ぐらいは入ってますねバイトは、はい、でもがっつり入ってるのはその引っ越しが週2日ぐらいで、うんうん、あとは本当もう朝3時間だけとかを週3入ってっていう感じですねへえどうするんですか勉強はまあでも他の時間は勉強に当てるんで、まあ、結構ありますけど1日どれぐらい実施でもまあ8時間ぐらいですかねああ8時間ぐらい、はい、まあまあバイトの日はほぼできないですけどちょっとまだ体も慣れてなくて、うん、結構疲れたりするんでなるほどその日は潰れちゃう時まあ道中とか、うんうんうんそのバイト中の隙間の時間とかでちょっとやったりはしてますけど、まあ、待機時間があったりとかね待機とか、はい、移動時間ありますからね、はい、そういう時にちょっとリスニングやったりとか、うんうんうん、移動時間とかやったりとかして、うんうん、っていう感じでちょこちょこやってます今もうね目の前に参考書の山が新しいのもありますけど、はい、いやいやそんなの覚えてるんですかポラリスなかったしルールズもなかったあ本当ですかそれは一応やってますほらまあ参照用まあまあ教科書ね、ああ、それは前これはありましたね、はい、これは前にそんなにやってないやつで、ルールズは、はいねはい、やっぱ難関だよ、おばたもやってるやつですあ、そうなんですね、はい、俺、デクステこれ昔から持ってて前からありました、ね、ちょこちょこ文法確認みたいな、うん、これは去年の共通テストの時あって、うん、たまたま最近やってないですけど、そこにあったで、はい、ポラリスのニトさんと、はい、とめちゃめちゃ誇りがすごいっす、はいはい、大丈夫なんですかもう俺管理はされてるんですか、うん、だから経典塾さんは、はい、ああそうです経典塾さんに授業とか受けさせてはいただいてます、はい、受けさせてる受けさせてます受けさせてるの経典塾さんに指導はいただいてます、うん、でまたね参考書ばっかり買ってっていう、ねはい、そうなんですよねなんかそういうのがねちょっと辛くなっちゃったのかもしれない、はい、メンタルな、まあ、メンタルでもねよくないっていうのはね本当わかるその受験企画やってて、はい、いやメンタル耐えられないよいやそうっすよ、ね、僕生配信やったんですけど、うん、やっぱ生配信でこうリアルタイムで結構どうしてもいろいろアドバイスとかいただいたりするんで、はい、そういうのがこう、うん、毎日やってると自分がなんかかき乱されていくみたいな、なんか怒っちゃったりとかムッとしちゃったりとかしてなんかそれ良くないじゃないお互いに良くないじゃないですか、うん、だからそんな頻繁にやらない方がいいかなっていうふうに思って、まあ、勉強配信荒れやすいですからね、はい、田橋さんの場合はだからまあ定期的にはやっていこうと思ってるんですけど、うん、なるほど、はい、ちょっと体制を整えてっていう感じです ね、いやもういずそういう形にはしてます、はい、まあまたやりますか配信もねまた12時間だったり、はい、12時間、はい、おばたの配信もあるんで今度おばたたわしはい、はい、ぜひお願いします、はい、お願いしますお願いしますちょっともう喋りが急忘れてかないですかでも勉強時間減っちゃってとかああでもちょっと暗記科目はちょっとおろそかになってるんでその分、はい、どうなんですかねでも多分世界史とか日本史とかは結構後半にがっつり詰め込む感じでいけばいけるかなっていう気はしてて、うん、勉強だけじゃなくてほらテレビ出たりとかもね、うん、したじゃないですかテレビああまあまあちょっとだけですよね、はい、あれは、うん、ほぼカットでしたけどあきゅうさんあきゅうさんとかあの人は今でしたっけいやあの人になるぐらいまで出てない露出なかったないですからねそもそもまあでもメンタルとりあえず改善したんでまあそれは良かったですねまあでも結構結果をね出していくしかないっていうところはそうですね、まあ、難しいですよ、はい、受験企画はいや僕も本当思います特に若い子まあ僕おじさんだからよっぽどいろいろまあ大丈夫な方ですけど、うん、まあそもそも芸人やってたりとかするんで、うん、やっぱ若い子でやったら結構興味本位で応募してみても実際こんな感じになるんだっていうので対応しきれなかったりするっていうのは想像つきますね、うん、そう他人が他人を攻撃してるのは見てられるんですよみんなでも他人が自分を攻撃しだすと見てられなくなりますから、はいはいうんいや大変なんですよね、うん、その辺はねよくわかりますだからちょっとね皆さんも想像力を働かせてねコメントをしてほしいなっていうふうに思うんですけど、うんはい、いやなかなか特殊な才能ないと続けていけないと思いますね本当に管理できない自分のメンタルとか勉強とか本当管理できないとなかなか難しいですよ、うん、難しいですしっかりそれはよくわかります、うん、だから途中で逃げ出しちゃう人が多いのはそういうことなんで、うん、あとはやっぱり流行りすたりというか、はい、山あり谷ありなんで受験企画って、うん、この時期ってまだこう谷なんですよね、うん、注目があんま集まらないそうですね直前期になったらこうボーンと注目が来るんですけど、はい、この時期まだまだなんですよねだから意外と夏休みとか向かないです勉強系はああそうなんですねやっぱ夏終わってからやっと本を知れる人なんですああやっぱみんなも気になるしそうなんですよでも何人管理してるんですか森田先生今は小畑、はい、ルイちゃんと、はい、で近いとルーがいるんでそうなんですか3人います、ね、3人なかなかいます、ね、でこれからトイックのオーディション、はい、あトイックもあるんだ、はい、トイックでオーディションしてで、ね、でタワー
タワー。タワーがずっと居残、居座ってる。居座ってる。タワーずっといる。初代ですか、もしかして。初代モリッチルドって言っていいかもしれないです。ずっといる。ちょっとちょこちょこ出てきて。ずっといる。はい、じゃあ、ありがとうです、はい、次回はその当初のそのライティングとかちょっと見せてもらおうかなと。はい。思います。あんまりしないです、ね。はい。はい。じゃあ、皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。本当ですか？出てこい、おい。適当に採点した。採点者。出てこい。